ジャムステックプレゼンツ Discover the future Discover the future Discover the future 地球 TV。 Welcome to our brand new program ジャムステックプレゼンツ Discover the future 地球 TV。 I'm your host Sasha。 Before we begin the program, I'll have a question for youWhat accounts for 70% of the Earth's surface? Yes, it's water, so the ocean. Well, we all love the sea. We all love the ocean. We swim, we go to fish, and so on. But what really is deep in the sea, or even under the seabed? That's the big question, and we actually know so little about it. But actually, there is a project going on to solve this mystery.With the latest science and technology. And it's called IODP, Integrated Ocean Drilling Program. And the research vessel for this project is Jumpsticks Chikyu. This is the Chikyu, a dynamic ship. Chikyu is a deep sea drilling vessel, especially built for scientific research by Japan and USA as leading members.The Chikyu is leaving on 5th of September for an expedition cruise to Okinawa for month-long research to investigate what's underneath the seafloor. This program, Chikyu TV, will follow her expedition to share the wonder of our beautiful planet Earth. We will report the exciting series of 13 episodes in total. The first 5 episodes is the Deep Hot Biosphere.Which will feature the drilling of the subsea floor hydrothermal field in Okinawa, revealing the biosphere's mystery that's functioning in the interior parts of the Earth. And the following 8 episodes will be the Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment, focusing on the mystery of a megathrust earthquake. So, as for the first episode of Chikyu TV, we've invited our special guest, Dr. Ken Takai,the chief scientist of the research expedition. We will learn about the aim of the expedition project, as well as the attraction of the deep sea. Also, there is a trivia quiz at the end of this program, so please enjoy. Now let's start our trip to the deep sea with Chikyu. Chikyu TV!さあスタジオには沖縄航海首席研究者高井健さんに来ていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。高井さんは、はい、沖縄航海首席研究者、なかなか肩書きが硬いんですけど、はいはいはい、どんな仕事を普段やってるんですか？普段はですね、まあ、研究者なので、はい、まあいろんなこう微生物の研究をしてるんですけど、はい、あのちっちゃな顕微鏡でしか見えない微生物をですね、飼ってるんですね。要するに、まあ、ペットみたいに飼ってて、はい、そいつらが何をしてるかというのを、まあ、実験室の中で、はい、調べたり、あるいは、まあ、ターゲットは深海が多いので、はい、遠くの海に行ったり深海に潜ったりして、そいつらが現場の自然環境で何してるかというのを現場の環境で調べたりしてます。じゃあもう微生物の専門家。一応微生物なんですけど、まあ、名乗ってるのは地球微生物学者、地球の中で微生物がどういう役割をしているかとか、あるいは宇宙生物学者として、はい、宇宙の中の生命とは何ぞやというようなことを、まあ、研究しているというのが自称です。じゃあその研究することによって我々がまだ知られていない、はい、その生命の、はい、なんていうんですか、その営みとか、はいはいはい、そのということが研究テーマなんです。そうですね。要するに、まあ普通の人が考えると生命の研究って人間の研究とか哺乳類の研究とか、大きなものでも見えるものが、動いてるものを研究するのが、まあ生命の研究みたいに見えますけど、地球レベルから言うと我々の活動、もちろん人間の活動大きいけど、大きな生物の活動でそんな大したことないんです。大したことないんですか？大したこと全然大したことないんです、うん、地球環境を変えたり、あるいは宇宙でその生命の星を作ったりするのは、はい、もう全てそのある意味微生物の力によって成り立っている、はい、というわけで、その見えないもののすごい大きな力を解明するっていうのが、まあ、我々の仕事なんです。例えば微生物って何をやってるんですか？はい、
なんかあんまりどっちかというとね、カビとかも含めて、はい、僕らの生活困らせるような存在のような感じがしますけど、まあそうなんですけど、ほとんどは中立的ですよ。別にいいこともしないし悪いこともしない中立的な生命なんですけど、地球環境においてはものすごい重要な、彼らがいないと地球ってのは成り立たない。成り立てませんね、基本的には成り立たない。もし彼らがいなかったら今の地球どうなっちゃう、一瞬でもう温暖化してます。温暖化する、はい、一瞬で温暖化するか一瞬で寒冷化してます。そんな気温の上下にも関係してるんですか？はい、めちゃくちゃ関係します。二酸化炭素出したり出さなかったりとか、はい、そういうのは全部微生物の作用ですから。うわー、そうなんですか。特に、まあ、我々ほら CO2 の温暖化を削減するために木を植えようとかやってますけど、うん、はい、まあ、木も重要なんですけど、そのほとんどの分かってない部分は海の中とか海の底で起きているわけで、はい、まあ、それがまさしく我々その、掘削したりですね、はい、潜水艇で深海に行く理由です。で今回は沖縄トラフの研究公開ということなんですけど、はいはい、じゃあその話の続きいくと、これの目的っていうのは何なんですか？沖縄トラフっていうのは、沖縄のこう島がある、はい、中国側にあるんですけれども、はい、あそこではですね、今海底が割れてるんですよ。割れてる、はい、海底が割れている。海の底がパカッと開こうとしている、はい、日本海っていうのはもともと日本と中国とかロシアですね、はい、ユーラシア大陸がひっついてて、はい、陸地だったところが割れて、はい、あれ海になってるんです。あ、そうだったんですか？そうですよ。あれ湖なんじゃなくて、あれもともと陸だったのがどんどんこう陸が割れ始めて、で水が入ってきたから日本海になってるんですよ。で同じ現象が、それが大体2000万年前とかに起きてることですけど、沖縄の方はそれが200万年ぐらい前から始まって、はい、今まさしくこう割れてるんですけど。じゃあ日本海で起きたことが今ちょっと小さな規模ですけど、はい、沖縄でも起きてる、はい、起きてるっていう、はい、でそれで今こう海が割れ、海っていうか海底がですね、はい、割れてるんですけど、海底が割れるっていうのは何かっていうと、そこにその火山活動が起きているということなんです、はい、でということは海底の下でそれが起きてると、はい、当然その熱が出てきますから、はい、その温められた水がこう、はい、なんていうかぐるぐる沸騰するように回りますよね、はい、まさしくそれが海底で起きている、すなわち海底の熱水活動っていうのがあるんですね。じゃあ噴火をしてるんじゃなくて、熱い水が、温めた水が、はいはい、上に噴き出して、はいはいはい、ぐるぐる回るってこと、それまたまだ海の中に行きますけど、もちろん海の方の方が水が多いので冷やしますよ、はいはい、温度は冷えますけど、でも出てる海底から噴き出してるところっていうのは300度とか350度ぐらいの熱水が吹いてるわけです。じゃあそんなところじゃ命はちょっと生きていけないですね、300度になっちゃう。ですね、もちろん350度の中でわっさわさ生えるっていうのはまあ不可能なんですけど、はい、でも例えば300度で数分間死なないっていうのは微生物には可能なんです。そんなに強いんですか微生物？強いです、強いです。まあ僕は今一瞬その命が出ないところと思ったんですけど、はい、逆に命の宝庫なんですか？あ、そうです、そうです。熱い水はですね、もちろん熱いっていうエネルギーも持ってますけど、はい、その他にですね、化学エネルギー、餌になる、我々は基本的に牛とか草食べて生きてますよね、はい、それはそもそもは光のエネルギーが、はい、そういう有機物というものに変わったものを食べて生きてるわけですけど、はい、その基本は光のエネルギーなんです、太陽のエネルギーなんです。太陽の光が来て光合成してみたいなことですね、はい、だけど海の底にはもちろん太陽の光が届きませんから、はい、何で生きているかというと、そういう地球の内部の熱エネルギーを有機物に変える、まあ、生命がいるわけですね、はい、それが、まあ、さっき言ったそのバクテリアとかアーキアと言われる微生物たちなんですけど、はい、でそれがその陸上の植物と同じように海底で一次生産してるんですよ。でそれを起点にした生態系が海底とか、はい、まあ、深海の下、さらに下ですねに広がっているというのが、じゃあそのバクテリアを食べる魚とかがいてってことですか？そうですね、まあ、魚はあんまりいないんですけど、カニとか、はい、貝とかいます、はい、それものすごいたくさんいます。でそのカニたちは今度何が食べるんですか？実はですね、そいつらは直接バクテリアとかをむしゃむしゃ食うっていうのもありなんですが、はい、そういうのもいます、はい、し、あるいは自分の体の中にもうバクテリアを養う、まあ、器官を作ってですね、はい、そこで養うことでそいつらに栄養を作らせてそれをチューチューするという、まあ、共生っていうんですけど、共生してるやつもいっぱいいます、はい、もう体の中にそういうなんか要するに倉庫みたいなのがあって、はい、牧場がある、はいはい、なるほど、バクテリア牧場が、はいはい、あります。ほんでそのさらにその底の下は、はい、本当に土の中ってことですね、はい、その地殻と呼ばれるところですね、はい、まあ、10年
ぐらいしかまだ研究が進んでないので、ね、分からないことだらけなんで、でもそこむちゃくちゃあの生命が多いって言われてるんで、さらにいるんですか、海も生命多いですけど、はい、海の下の底の海の下のところにいる生命は、はい、もう地球で一番多いんですよ、生命の数としては、地上よりも多いんですか、多いです、今だいたい生命の何パーぐらいこう分かってるもんなんですか、それはなかなか難しい質問なんですけど、量でいきましょう、数種類は難しいんで、はい、量でいくと一番多いって考えられてるのは熱帯雨林のジャングルです、はい、あれの量が非常に多いって言われてます、はい、それとほぼ同じぐらいの量ですね、はい、数は違いますよ、あの木は大きいから量が大きいん で、はい、で数でいくとそれと同じぐらいの量が海の底にの微生物として存在していると。それがまだ発見できないとか10年ぐらいしか研究されてない、何にもほとんど研究されてない、何やってるかさっぱわからない、多分むちゃくちゃたくさんいるぞっていうのは分かってるし、はい、こんなにその遺伝的な多様性はあるっていうのは分かってるんですけど、はい、残念ながらですね、何してるかよく分からない、でそれが分かんないと地球の秘密っていうのは解明できないんですよ、ね、なんで我々が出した二酸化炭素がこういう温暖化を引き起こしてるのか、それがどういうふうにして例えば海に吸われて、その長い歴史の流れどうなってきてるのかということは、実はそういうことが分からないと分からないんだけど、我々は分かったふりをしていた今まで、そうなんですか、そうですよ、そこは実は全く分かってないんです、分かってないので非常にその考え方が大きく変わる可能性があるんです、うん、じゃあもうそのエコの考え方も変わるかもしれないし、僕らの生き方も変わってしまうかもしれない、そうですね、まあ地球レベルで考えると我々の生き方っていうのは全然変わってくると思います、めちゃくちゃ重要なんですね、ある意味そうですね、